おはようございます。アキラの現場へこそラスクラ実況です。はい、というわけで恒例のやつをやっていこうと思います。マジャーの実装前性の評価としまして、自前所得スキル値を見ていこうと思います。自前所得スキル値っていうのは、能力解放で所得できるスキルをスキルコスト化させた合計値となっています。スキルコスト0で装備可能な性能の高さによってユニットの能力を評価するという考え方で、アキラのゲームや独自の評価方法となっております。これだけでキャラの性能が決まるというわけではないですけど、数値化することで客観的にキャラ自身が持つ力を示す指標になるかと思いますので、よろしければ最後までお付き合いください。で、前回から始めました育成テンプレ仮、あちらの方もですね、今日はやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。では参りましょう。はい、ではまず魔法スキルから見ていきます。司教のカリスマはですね、アニマおよびカリスマは0でいつも計算してますので0としています。で、ゴッドヒール、ハイリザレクション、そしてギャラクシー、シャイニングゾーグ、ビッグバンで、アブソリュート0、こちらがですね、情報修正でダメ凸がプラス5000乗りましたので 7.5 をプラスして 23.5 にしました。そしてエクスラディア、こちらも情報修正でギガロストマの効果とダメ凸2000が乗りましたので 10+7+3 で20にしました。で、ネザーテンペスト、こちらも情報修正でダメ凸が1000乗りましたので 1.5 を出して 17.5 にしました。そしてスターバース、こちらも情報修正でダメ凸が2000乗りましたので 20+3 で23にしました。なので魔法の合計は 113.5 になります。続いて技能の既存が、擬態ウィッチ、クリティカルアップ3、魔力アップ極み、魔導アップ3、魔導アップ5、大天使の加護、オート上級魔王陣展開、不動の陣、高位魔法栄翔陣、オートオーラ、光ハイブースト、光アタックレイズ2、杖ブースト、ローブハイブースト、オートリキャスト、コンバージェンスととなりまして、合計が122となります。続いて固有スキルが、ヒューマンゲイザーが、こちらヒューマンスレイヤーの魔法版なので36、そして光クリティカル回が、光クリティカルにダメ凸が2000のとものです。杖メガブーストは杖ハイブーストにダメ凸が2000ものともの。そして究極栄翔、こちらがちょっとややこしくてですね、重力魔法使用時ダメージがプラス 200%、 上限がプラス40000、敵のマインドをマイナス 25% してダメージ、ただし消費 MP がプラス 150%、 栄翔速度上昇効果を半減し上限が 40%。 なのでまず消費 MP が 2.5 倍でダメージが3倍になるということです。消費 MP10 でダメージが100の魔法を MP75 消費分使用した場合、究極栄翔の場合は発動回数は3回、魔導炉の場合は発動回数は5回となります。で、ダメージの総量は究極栄翔の方は 300×3 回なので900で、魔導炉は 175×5 回なので875なので、究極栄翔の方がわずかにコスパがいいと言えます。ただまあほぼほぼ同じなので、これはスキルコスト9と見ました。そしてダメ凸が4000になりますので 1.5×40 でスキルコスト60、そして栄翔速度上昇効果が半減しますので、これを高位魔法栄翔陣がスキルコスト9なので、その効果が半減されると考えまして、スキルコストはマイナス 4.5 しました。なので 9+60-4.5 で究極栄翔は 64.5 と考えました。結果固有スキルの合計が 121.5 となりまして、技能の合計が 243.5 となります。そして魔法スキルの 113.5 と足しまして、合計は357となりましたので、自前所得スキル値ランキングはシダの上を行きました。ただまあこれ皆さんお分かりの通り、究極栄翔のダメ凸40000がでかいんですよね。あれでスキルコスト60持っていかれてしまうってところが大きいので、まあ、それを引いたとした場合297となります。で、究極栄翔に関してはですね、まあ、後ほど話しますけども、この栄翔速度の効果が半減してしまうのと、上限が 40% になってしまうという点はマイナス 4.5 では足りないかもしれないですね。もっと下げなきゃいけない要素なんかもしれないんだけども、一旦今日の計算ではマジャは357となりました。で、育成テンプレ仮の話をしていくんですけども、自前スキルと個性特技等の実装前の情報だけで、とりあえず適性がありそうだなと僕が思った技能スキル等を並べたものです。で、まず究極栄翔の話なんですけども、使いどころがやっぱ限られると思うんですよね。消費 MP2.5 倍でブリザードでも消費 MP45 なんですよね。これやっぱアリーナでは不向きかなと。栄翔速度上昇も上限が決まってるんで、結局そのコード魔法を使うときは栄翔の遅さにだいぶ注意が必要になります。でもダメージ3倍でダメ凸40000っていうのはかなり魅力的な部分もあると思うんで、比較的栄翔が軽い魔法ブリザードとかで使うのはいいかなと。で、魔女の魔法ダメ凸のまとめですけども、個性の1の1と1の2でプラス5000ずつで、個性2の2でプラス10000、光クリティカル回でプラス2000、杖メガブーストでプラス2000で、究極栄翔が発動するとプラス40000、なので合計ダメ凸は64000、最大ダメージは73990まで伸びます。スターバースの場合はさらにダメ凸が2000追加されますので、最大ダメージは75999になって、それが30ヒットしますので、ダメージ総量は2279970まで伸びます。
ただしこの時の消費 MP は約123まで増えてしまいます。ちなみに究極炎症なしの場合でも合計ダメ達はプラス 24,000 まで伸びますので、最大ダメージは 33,999 で、この時のスタバは最大ダメージが 35,999×30 ヒットになるので 179,970 になるので、まあこれはこれでいいんかなって気はしますね。でその他不足点としましては、やはり耐久が低そうで、あと個性にのバリアを強したいなと。なのでまずオートクリティカルとプラウドフォースで回復を見込むのと、HP アップ系をモリモリ積んで、個性にのバリアがですね自身の HP 依存になりますので、これでまあ高い HP のバリアが枯れると。であとはオートプロテクションとかロイヤルアーマー新機能で、なるべくダメージを減らすのと、知識の防壁ですね、インテリジェンスの分がディフェンスとマインドになるというものなので、これも乗せてることで、まあ、少しは、耐久性が上がるかなと。であと個性にでですね気絶をしてしまうんですね。でこれが効果あるかどうか分かんないんだけども、気絶耐性と装備のオーガシールドとかと組み合わせて無効化とかできるんやったらかなりいいんかなと思ってます。であと光魔法系の補強ですね、光メガブーストとか光クリティカルレイズとか、まあ、この辺ウルトラレアでしか覚えれないもんだけども、あとシャドウサークルと、あとホーリーボール、これ聖剣伝説の悪でね覚えるものなんですけども、光属性魔法ってねギャラクシーからもね重複負荷なんですよ。でその重空化じゃない魔法も一つ積んどきたいなと思ったんで、それやったらホーリーボールかなと。であと究極炎症をね使うんやったら MP を潤沢にあった方がいいので、栄養のポーズとか栄養の美酒とか、あと女神のキスで、あと MP アップ系モリモリと窓アップをつけることでさらに MP を増やすことができるので、まあ、こんな感じで並べておきました。でまあこのあたりはね本当はあくまでまあ今のところの予想というか、まあ、ここから足したり引いたりしてですね、多分育成テンプレを作っていくと思いますので、まあ、今日の動画何かしら皆さん参考になりましたら高評価よろしくお願いします。今日のねアップでね4時に終わりだけども、かなり大型なんでね多分ね僕ね遅れるんじゃないかなと思ってます。でまあ遅れたら遅れたで動画撮る時間がないから、かなりですね荒い編集のガチャ動画をですね23時からプレミア公開することになると思いますけれども、よろしければそちらの方もお付き合いください。まあ、昨日のねライブでもだいぶ話しましたけども、現時点でマジャがすごい強いかって言ったらかなり使いどころは限られるキャラかなとは今のところは思っています。なのでまあ僕も含めてですねいろんな実況者さんがですねガチャ回してゲットして使ってみると思うんで、多分皆さんはねそれをちゃんと見てからそれから判断されるのがいいかなというふうに僕は思います。なのでまあ今日のガチャ動画の後ね、できればそのままライブでですね使用感速報とかもね話したいと思いますので、ぜひぜひライブの方にも遊びに来てください。それでは今夜の動画もしくはライブでお会いしましょう。ではまた。